さあ、いよいよソビアトのベログラードワが最後の種目の演技を行います。第11回新体操世界選手権大会、世界チャンピオン新体操の女王はこの16歳の少女ソビアトのベログラードワでしょうか、あるいはすでに演技が終わっているブルガリアのゲオルギエバでしょうか。9.90以上を出しますとベログラードワの単独優勝、そして 9.85 ですとゲオルギエバ、ベログラードワ同点優勝になります。 9.80 ですとすでに演技が終わっているゲオルギエバの優勝が決まります。最後の種目クラブの演技に入ります。ソビエトのベログラードワです。はい、ここです。ここがもう彼女の一番の見せ場ですね。9.85 ですとゲオルギギレバと同点優勝になります。まあ、できるならば両方優勝してもらいたいですね。得点が出ました。 9.80 です。ベログラードワの得点は 9.80 です。したがってブルガリアゲオルギエバの優勝が決まりました。ベログラドワ選手、完璧な演技。しかし、最後の最後のたった一つのミスが優勝を逃した。